長野県と岐阜県にまたがる御嶽山です。御嶽山は3067メーターの火山なんですね。大きな事故がありました。私はそれの1年前ぐらいにここに行っています。それと30数年前にこの山頂まで私一人で登ったことがあります。木曽福島を出て大滝村から山頂に登り、そして岐阜県側の濁湖温泉まで歩いた記憶があります。ロープウェイに乗って7合目まで上がってきました。ここまで来るとかなり視界が開けて、乗鞍岳や南アルプスの山々、それが見えます。しばらくここからの眺めを、お楽しみください。